はい、引き続きゲストとしてご参加いただいて、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ということで今回3人でやってみたとのことなんですが、はい、ワールドカップ詳しいですか？全く詳しくありません。でも予選とか見たりしますよね。テレビでね、テレビで見たりして。最近だって予選もなんか地上波でやらなくなってんですよ。そうなんですよ。そうそうそうか、ダゾーンでしか見ない。でも日本でやる場合はやるよね、地上波。ただですね、もう私一つ言いたいのは、うん、全部を地上波でやった方がいいんですよ、絶対に。絶対そうですね、盛り上がる。なんでああいう有料にするのかなと思って。もう最近サッカー人気が低迷してるっていうのをよく言われるんですよ、うん、それなぜかっていうと、サッカーの試合を目にする機会がなくなっちゃってるんですよ。あ、なぜならダゾーンとかが放映権を買い占めるから。あ、それで。ダゾーンって本当にサッカーが好きとかじゃないと加入しないじゃないですか、うん、そうですよ、有料ですからね、うん、そうです。だから現に今年のそのワールドカップ予選も、うん、ホームの試合は一応地上波でやったんですけど。そう、地上波でやってました。日本でやる場合は、日本でやる場合は、はい、アウェー戦は放送してないんですよ。しない。もうニュースでちょっとハイライトで見るぐらい。そうそうそう、そういう感じですよね、うん、海外でやる場合は。そうなんですよ。なのでちょっとだけちょっと注目度が落ちてるなっていう言われてるんです。確かに。いや、盛り上がりに欠けるよ。欠ける欠ける、うん、かっけるよ。いつ予選取ったのとか、なんか予選取ったんでしょ。予選取りました。だからそれさえも分からないですよ。知らない人いっぱいいるかも。いやいや、本当それも分かんなくて、いつ予選通ったのみたいな。そうなんです。いつ予選通ったのか決まったのとか、うんうんうん、そうなんですよ、ね、あんまり大騒ぎしてる感じじゃない。前とは違いますよね。そうなんですよ。前みたいな感じではない、うんうん、もうだから結構ずっと出てるわけじゃないですか。あ、もうずっと出てますね。初めて出たとか、初めてっていうか久々ですか、うん、初めてですか、1990年代。あ、そうですね、はいはい、あの時はすごかったよね、まあ、盛り上がった。あの時はすごかったですし、うん、まあ、もちろん日韓から、うん、まあ、ドイツから、はい、ロシアぐらいまでですかね、4年前の。まあ、わりかし盛り上がったんですよ、うん、なんかこう、みんな。いや、だって特集も組めるじゃん、負けられない試合があるとか。あ、そうですね、はい、ものすごい特集があって、勝つ選手の。そうですね、だからもう当たり前になってきた部分はあるんだよね、出るのが当たり前っていうので。そうなんです。だからちょっと関心がなくなってきたっていう。で、まあ、おいおいちょっと話しますけど、うん、もっと関心がなくなっちゃうんじゃないかなっていう現状があるんですね、うん、え、なんで？なんですか？え、それはおいおい、おいおい、おいおい、おいおい話したいなと。あ、わかりました。はい、じゃあクイズをちょっと私考えてきましたんで、ーワールドカップにちなんだクイズなんです。基本的なの頼むよ、基本的なの。基本的なの、基本的なの。超簡単です。前ね、折れ込みを出た時、相撲なんかもうめちゃくちゃ怖な。なんだか全然わかんないよね、あれ。ああいう、全然、もう笑わせるためのクイズなんだもん。だって何キロでしょうみたいなね、体重とか聞かれてお相撲。最初の相撲はどんな試合だったんだよ。知らない。知らないよ、そんなの。もう昔の話なんだ。江戸時代の話。江戸時代って言われても全然わかんないさ。はい、まあ、ちょっと4択になってますね。4択で、はい、ね、はい、シンプルに、はい、はい、ではまず第1問ですね、こちら、はい、1930年第1回ワールドカップを制した国はどこ。イギリスだな。はい、ちなみに4択はこちらです。はい、入ってねえじゃん。入ってない。違うじゃん。もう入ってない。そうか、手も上げてないしさ、ちょっと焦りすぎてよ。だって、いやいや、イギリスが発祥の国だよ、確か。まあ、そうですね、イングランド。そう、それはいい。でも、イコール優勝とは限らないんですよ。それはそんなもんじゃないですよ。はい、では、まず、1がスペイン、2がウルグアイ、3がブラジル、4がポルトガル。はぁ、まあ、今結構全部強いですよね。まあ、まあまあ、やっぱり全部強いです。強いよね。日本より確実強いチーム。第1回目、まあちょっと絞る方法としては、まあ南米かヨーロッパかっていうのをまず絞る方法がヨーロッパじゃないんですかね。わかりました。イギリスが発祥の地、これはヨーロッパ同士が潰し合うので、俺はウルグアイだと思います。おお、ほらだって予想つかないじゃないですか、当時ですから。情報もなく彗星のごとく現れて、はいはいはい、日本だってあの東洋の魔女っつっていきなりバレーボールで、あ、確かに、東京オリンピックで突然勝っちゃったりとかあって。なるほど。で、どうですか、ね、私はもう全然わかんないけど、やっぱ1番スペイン。スペイン、スペイン、まあね、圧倒的に強いですからね、うん、強いかなって。リーガエスパニョーラとかね、うん、ありますからね、うん、俺はね、ブラジルじゃないかなと思うんですよね、僕はね、はいはい、子供の頃からやっぱやってますけどね。はいはい、まあ確かにブラジルイメージ、ブラジルイメージとしては、うん、でもロナウドがいるポルトガルとかね、
そうですね、もう1930年にロナウドがいたかどうかは分からないですけど、いないかな、その当時のロナウドだったんですかね。ペレとかいましたよね、どっかのチームに。それはブラジルですよ。ブラジル1930年ですかね。あ、1930年だったら、もうちょっと後じゃないですか、ね、今からもう90年前。あ、90年も昔か。はい、はい、こちら一応答えがですね、はい、これ総裁がおっしゃった2のウルグアイです。いや俺絶対ね、もう他のヨーロッパ同士が争ってるやつにスッてね、勝ったような気がするんですよ。そう、ウルグアイだけ外したな。 それ以外だと思ってた。あの、僕も明確に何年がどこどことかさすがに全部は覚えきれてはないんですけど、これちょっと全体を見てみると、昔は南米が取る印象があったんですよ。そうなんだ。南米ですよ。逆に、はい、近代サッカーになってきてヨーロッパが取り始めた。あ、そうなの？ね、最初から南米が強いの？南米強いですね、やっぱり。ブラジルとかはやっぱり。やっぱりそりゃそうですよ、イメージとしては。ブラジルが一番ですから。一番強いですから。あ、そうなんだ。まさかのウルグアイだったな。まあ、ちょっと1930年にどんな選手がいたかはちょっとわかんないんですけど、教えてくださいよ、それを。どんな人いたんですか。まあでも、まあ、サッカー上手かったんじゃないですか。上手い人がいたんでしょ。上手いんじゃないですか。で、次いきます。はい、では次はちょっと有名なシーンなんですけど、はい、こちら、はい、マラドーナが神の手ゴールをした時のワールドカップは何年でしょう。これちょっと僕生まれてないので何とも言えないんですけど、うん、皆様多分俺も、いや、俺も生まれてないからね。え、そうですか。生まれてるよ。曖昧だよ。はい、1982年のスペイン大会、2、1986年のメキシコ大会、3、1990年のイタリア大会、4、1994年のアメリカ大会。なんだっけなぁ。その映像っていうのはもうしょっちゅう流れてますよね。ワールドカップっていうと、手でね、ゴールを押し込んだ映像ばっかり流れます。知ってますか、その神の手ゴールって。わかんない。マラドーナは知ってますよね。マラドーナは見たことありますけど、はいはい、そのシーンは全然わかんない。本当ですか。あのね、ヘディングかなと思ったら実は手でやってたという、はい、今みたいな映像でね、チェックするって時代じゃないですから、うんうんうん、だからもう手でゴールそのまま気づいたのは後だったってことですね。そう、後で VTR 見返したら神の手って言われて称賛されてんだよね。そうです。反則じゃねえかよ。よくわかんない。ハンドとか言われて、なんで称賛されてんだろうと思って、はい、意味が分かるんですよね。もう、まあ、マラドーナっていう選手がスターだからね、はい、でもそれで言ったら94年とかのあたりはもうなんかそういう判定とかのレベル上がってたのかなって。おー、なるほど。あ、でもちなみにその映像判定は VAR はもう去年とか一昨年からなんですよ、あれ。そうなん、最近なんですよ。そうなんですよ。そんなに、はい、そりゃそうだろう。そうなんですよ。で、もう実際はもう3年4年前まではもう普通にレフリーがジャッジしなきゃいけなかった。ハンドみたいな。そうなんですよ。そう、だハンドが角度的に多分見えなかった。見えないんですよ。そのゴッドハンドのところが見えなくて、はい、本当に最近だよね。そうですね、本当に最近なので、ね、そうなんですね、はい、1982年あれ生まれてますよね。生まれてますよ。生まれてます。もう20歳でしたよ、この時。ここ成人式でしたね。マジですか。ええ、はい、じゃあ私はもう、はい、あのメキシコ大会にします。おお、はい、メキシコ大会。なんかなんとなく見た記憶の分かんないけど、イタリアかな。イタリア、はい、イタリア大会。俺もマラドーナってちなみにいくつなんですかね。もうあれじゃないかな、亡くなったんですよ。もう亡くなってる。亡くなってるんですけども、まあでもバリバリの時です。一つヒント、思っちゃうと、うん、それより年上になっちゃうよね。3、28、うん、もうメキシコ大会。メキシコ大会。メキシコ大会、メキシコですか。はい、行きましょう。はい、答えは、はい、2番のメキシコ大会。イエーイ。総算2連続。メキシコ、ね、年齢的にそうじゃないか。そうですね、年齢的にも、ね、ここですね。ちょうど俺がね、大学卒業して2年後ぐらいな、ね、俺が大川高校入りたいなと思った時87年に入ってましたテレビで大川高校見てた時代尖りまくってた。失礼なこのグループと思ってね。なんかね、深夜でその、あ、そうです、昔は深夜枠ですね。昔はもうほんと深夜枠でずっとワールドカップ放送、ね、そうですね、深夜だった。はい、はい、終わりました。はい、はい、では次いきます。はい、じゃ次は結構記憶に新しいんじゃないですかね、はい、はい、こちら、この中で日韓ワールドカップの日本代表メンバーじゃないのは誰。これはね、わかるよね。いきます。これはわかるでしょ。1番、小野伸二。
2番中田秀俊、3中村俊輔、4中山雅史、5中村ですね。これは、あ、もうこれはもう有名ですよね。有名です、非常に有名です。僕も日韓の時は幼稚園生とかだったので覚えてます。いいな、若い名前な。いいな、幼稚園になりたいよ俺も。その頃が幼稚園がいいよ。この時ちなみにブレイクしたのは稲本選手とかですかね。ああ、稲本選手とか、稲本選手すごかった、日韓の時。鈴木選手とかが、決勝で取ってっていう。やったやった。ちなみにあの時ブラジル代表のロナウド選手が、あ、ブラジルロナウドなの？ブラジルロナウド。なんか変な髪型してましたよね。このなんかちょっとなんていうんですか、ボッチャン型、ボッチャンヘアみたいな。そうそうそう、時代大大大五郎、大五郎、時代劇のあの大五郎みたいなね。でもそれで言うとゴン中山選手だけの年齢、あ、ちょっと上かもしれないですね。でも、まあ僕はもう分かりましたから、でもお二人答えてくださいよ。分かんない。みんなね、小中中中って書いてあるんですよ。うん、そんなとこ見て、なんで縦読みしてんすか。全く気にしなかったです。やってなんじゃない。なんでここ、こうにしてくれよ。小中高、大まで行ったら。中って書いてある人はなんか出てるような感じが。逆にそういう、そういうのですか。小野選手はちょっと一代前の世代かな。でも、ゴン中山選手も前の世代かな。なんかね、でも出たような気もするんですけど。分かんない。分かんない、1番。あ、わかった、はい、中村選手はね、最近後かな、あの、引退したんですよ、そういえば今季、はい、今季で引退、つい最近、はい、本当に最近ですよ、引退したの、引退しました。だから、一番若いんじゃないですかね、このメンバーからすると。ほうほうほう、そうですね、中田選手のなんか後、もう40代だよね。ただ、中田秀俊選手は引退するのが早かった。あ、そうか、そうですよね、海外行ってね、ちゃっちゃと引退して、ちゃっちゃと引退して日本史を世界に広めたという頭がいいから。やってますもんね。ああ、そうですね。実業家になっちゃってね。どうでしょう。じゃあやっぱ真ん中の、さらに真ん中で中村俊輔。中村俊輔。はい。皆さんは。私はね、もうワールドカップは見てますから。うんうんうん、全部。うん、ワールドカップ見てます。中田秀俊さんももう 見ました、はい。ワールドカップで走りまくってる姿。はいはいはい、中村俊輔でも走、あのキック。フリーキックやってたの？フリーキックやったのはもう見てます。 そして中山ゴンも足を折りながら1点取ってるのも見てます。はあはあ、ということはこれ天才と呼ばれても出れなかった人が1人いる。この真実、はい、間違いなく正解は3番の中村俊輔選手です。なんだよ、嘘。トルシエの時ですよ、日韓は。日韓トルシエが外したんですよ。 あ、そうだ。あ、日韓の時の話。そうですよ、日韓ですよ。日韓ワールドカップの時のメンバー。あ、そっか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 。日韓の時外したメンバー、日本大学。そうです。あ、中村俊輔さんは。あ、なんかそれ物議を醸したやつですね。あ、そっかそっかそっか、すいませんすいません。そうなの？だから俊輔は意外とワールドカップで絡んでこなかった選手ですね。まあ岡田監督の時はあれですけど。あ、そっか、外されたのか、あの人。そうだ、あったあったあった。でもこんなフリーキックは得意でセットプレーできるのになんで？じゃあなんで？なんか相性が悪かったんですかね、トルシエさんと。でもその時は超一流の選手なのは間違いない。うんうんうん、海外で大活躍じゃないですか、ね、だってその子。そうなんですね。はじめまあゴン中山もいましたし、まあ小野選手はね、いましたいましたいましたし、唯一この中で現役ですね、言ってしまえば。今もやってます。小野選手。嘘、コンサドーレ札幌で。いや、まだ現役なの？まあただそんなに J リーグの試合には絡んではないですけど、カップ戦の予選とかは。なんか浦和にいた時僕 見ましたよね。ありましたね。浦和時代が全盛期な浦和の時は見ました。うんうん、まだ現役でやってるってすごいな。40代でしょもう。そうですね、40ぐらいになりますかね。もうそれぐらいでしょ。もっと上じゃないですか、40後半。いや40後半は俺が40の時20歳ぐらいだったと思うんですよね。浦和の時目の前で見ましたから俺。あ、そうなの。若くてすごいやつだなと俺と思って。はい、そんな感じになっております。はい、では次いきます。はい、はい、次はですね、はい、ちょっとちゃんと未来の話なんですけど、次です。次の次、2026年ワールドカップの開催国はどこ。やらーい。ちなみに今年はどこかわかります。今年はカタールでいいんだろ。カタールカタールカタールでいいんだろ。カタールカタール。これがですね、ちょっと特殊なんですけど、はい、いきます。はい、1、東南アジア合同戦開催。
2、ポルトガルスペイン合同開催、3、アメリカ、カナダ、メキシコ合同開催、4、ナイジェリア、カメルーン合同開催、一カ国開催じゃないってことですね。あ、そうなんですね。そんなの やっていいの？だってメインは1もそうですからね。なるほど。1もまあ、ちょっとあれはまあ、あれはいろいろ問題があったってやつだね、はいはいはい、あれはあれですけど、これはね、まあ大体わかりますよね。日韓がなぜ合同開催したかっていう、同じですよね。ほうほうほう。やっぱり何？いやいやいや、それはそうでしょ。まあ答えになっちゃいますから、私が言っちゃったら。いやいやいや、全然言ってくれて大丈夫です。いや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 、もう、ま、もう自信を満足して当たるってことですね。じゃあ当たる、間違いないでしょ、そりゃ。ポルトガル、スペインなんていうのはもう、もう超メジャーだと、一カ国でもできるじゃないですか、別に、うん、こんなに、うん、アメリカ、カナダ、メキシコ、うん、なんでこんな分散しなくちゃいけないんですか、うん、アメリカだけでも十分できるじゃないですか、はい、ええ、北米でやるってことじゃないですか。まあそうです、そういうことですね。ここはだけどこれナイジェル、カメルーンがね、ちょっと怪しいんですよね。ってね、なんかね、アフリカってそんなにやってないような気がするんだよな。いや、アフリカサッカー大国、あ、やったか、この間やったか。2010年が南アフリカ、南アフリカでしたかね。そうか、ってことはじゃあこの間やったら選ばれない。じゃあこれ東南アジア合同ってのは僕が押しますね。あ、やってないから。やってないでしょ、東南アジアってどこでやるのって思いますもん。まあすごい今そのタイとかベトナムってサッカー人気がすごいんですよ。タイはまあ国王様がサッカーが大好きなので、サッカーにすごい力入れてるのは確かにあります。だけどほらね、やっぱ怪しいじゃないですか。本当にできるのか、お前らの決定発展途上だと。お前らスタジアムが作れる、本当にやってくれるのかっていう怪しさだから、こうまとね、アジア、東南アジアが一つにならないと。なるほど、なるほど。お金の面でもすごいかかりますから、まあ、このコロナの影響とかもあるのかなと思って。ほう、はい、うん、広い土地でやった方がいいのかな。ほう、3番、広く分散させて密を、はいはいはい、避けようかなっていう。ああ、いろんなところでやった方がいいという、うんうん、いや意外と俺ヨーロッパってあるんじゃないかなと思うんですけどね、またね。おお、だってヨーロッパで合同開催がないんですよ。あ、まあ、そうですね。ないです、ないです、ないないない、ね、ヨーロッパはないですね。そう、まあ、ポルトガルは狭い国でもありますよね。そう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 、初のヨーロッパ合同開催、ウクライナ侵攻とかあるじゃないですか。そうか、もっとヨーロッパ仲良くやろうよ、やろうよと、横のつながりを、ぜひあのロシアとウクライナ合同とか入れてほしかったですね。やだ、やだ、それやってほしいですよ。本当に平和のためにそうなればいいですけどね。やってほしいですね。もうサッカーどころじゃない、それは。じゃあ、まあ答えいきましょうか。はい、はい、答えはですね、はい、3番のアメリカ、カナダ、メキシコ合同開催でございます。そうでしょ。あれ、アメリカだってさっきやったって。アメリカは昔やったことがあるし、ね、合同でやるみたいな。でもなんでこんなにこう幅広く、すごい移動距離大変そうじゃないですか。すごい広いよね。これがですね、まあ、いろいろ噂は出てるんですよ、はい、けど、なんか一つ有力なのは、1カ国開催だと予算が合わないとか、負担が大きすぎるとか、で、これもう一個あって、もう一個あって、もう広い土地っておっしゃったじゃないですか、うんうんうん、でさっきそのサッカー注目度が落ちてきてるっていう話だったじゃないですか、うん、一番最初の、うん、でその原因につながるんですけど、この年から3カ国が増えるんですよ、ワールドカップ3カ国が。あ、逆に増えてくんだ。そうなんです、今がですね32カ国なんですよ、全世界32カ国がワールドカップに出ることなんです。でちなみにアジアからは 4.5 枠あるんですよ。 4.5 枠、はい、まあ、4チームプラスプレーオフです。プレーオフで、ここから48チーム参加になる。48、はい、30いくつ、32から48になるんですよ。16も多くな。そうなんです。でちなみにアジアが 8.5 枠になるんですよ。なんで、あ、さっきも言ってた、そのタイとかも強くなったりしてるって。いや、これがですね、まあその強さはあるんですけど、あ、中国をなんとか、そういうことなんですよ。そういうことなんです。噂ですからね。さすが。そうか、だって中国が人口も多いし、出したいですよね。資金力もあるし、金を持ってますからね。だから結局 FIFA がやりたいのは放映権を売りたいわけですよ、ワールドカップ。そっかそっか。あ、なるほどね。放映権が高い収益になるので、今の状況だったら中国出れないもんね。出れないです、実力的に言ったら。アジアから出れないからね。8枠ってすごい。もう 8.5 枠になっちゃったら、
例えば今酔うわけじゃないですか、うん、今日本でもそれはそれなりにずっと出続けてますが、うん、まあ大変大変って言われてるわけですよ、うん、グループ突破が狭いね、狭いからね、うん、実際サウジアラビアに初戦負けたりしましたし、うん、そう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 だよ、わかんないじゃん、わかんない、だけどもう 8.5 枠になっちゃうともう余裕じゃないですか、余裕出れる出れる、まあ、余裕余裕あ出れるね、まあ、出ますよね、そうなったらまた注目度が落ちるんじゃないかっていうわけね、レベルもちょっと落ちそうですもんね、はい、落ちますよ、落ちますよね、いやでもね、北米でやるのはわかるよ、はい、だってもうここね、あのサッカーがねそんなに人気がないっていうか、ああまあそうですね、もう野球がねって、そりゃそうだよ、バスケがあって、アイスホッケーがあって、アメフトもすごいね、アメフトがあってっていうね、確かに確かに、はい、女子のサッカーぐらいだもんね、なんかああアメリカはそうですよ、強いのね、でもアメリカでやってほしいね、俺あのロサンゼルスギャラクシーとかちゃんと見に行ってるから、あそこはお金持ってますからね、そうなん、あそこのチームはちょっとヨーロッパで一線を退いた選手を、まあ、一昔前で言ったらベッカムが来たり、あそうか、いやイブラヒモビッチを取ったりとか、お金持ってる、お金はお金ある、はい、ロサンゼルスギャラクシーになっていい、でもほとんどね見に来てる、ご存知であのほとんどメキシコの人しか見に来てなくて日本人俺一人しかいなかったんだよ、そう一人で応援してるのが、怖い、ロサンゼルスギャラクシーよ、みんなスペイン語なんで、しかもそうなんですよ、まあ、メキシコは強いですからね、強い強い強い、サッカー強い、はい、まあそんな感じの会社になっております、はい、うん、ちょっとクイズにされると面白いですね、面白い、クイズ全然分かってそうで分かってないから、全然分かってない、当たんなかったですね、一番見てて、一番見てよく見てるんだけど何を見てきたかって話ですよね、何も見てないんだな俺